韓国俳優兼歌手キムヒョンジュンと元恋人 A さんの妊娠と中絶をめぐる5年間の争いに決着がつく。12日午後3時、最高裁でキムヒョンジュンの元恋人 A さんが提起した16億ウォン訴訟の判決が言い渡される。続けて午後3時15分には A さんに対する詐欺未遂容疑及び出版物による名誉毀損などに対する判決公判が開かれる。A さんは2015年4月、キムヒョンジュンの子供を妊娠し流産したと主張して、16億ウォンの訴訟を提起した。これにキムヒョンジュンは妊娠、流産、暴行などはすべて事実無根だと反論した。その後、検察は A さんが虚偽の主張をしたとの状況をつかみ、詐欺未遂及び出版物による名誉毀損容疑などで起訴した。検察は一審で懲役1年4ヶ月の実刑を求刑した。刑事訴訟で一審は A さんの一部有罪を認めた。裁判所は A さんがキムヒョンジュンが強要したので中絶したと主張した部分を有罪とみて、500万ウォンの罰金刑を言い渡した。裁判所は事件全体で有罪となった部分が占める割合や被害者と被告人との関係、犯行の経緯、A さんが初犯である点、A さんが子供を一人で養育している点などを量刑に考慮したと述べた。その後開かれた刑事訴訟二審では裁判所は量刑が軽いという検察の控訴を棄却した。民事訴訟は一審でキムヒョンジュンが勝訴した。A さんの主張は証拠がないとして、名誉毀損と関連し1億ウォンを支払うよう判示した。これに不服とした A さんは控訴したが、2018年10月、これも棄却された。A さんは二審も不服として、上告した状況だ。現在まで民事訴訟と刑事訴訟の両方で A さんの過ちが明らかになった状況だ。約5年にわたる長い法的攻防が終了するだけに、最高裁がどのような結論を下すかに関心が集まっている。引退したサッカー選手イドングクの娘が話題。中学1年生で168センチメートル。パパのブカブカデニムも器用に着こなす。イタリアを代表するブランドプラダ、韓国版公式オンラインストアでも商品価格に誤り表示が起きていた。写真作家に変身した俳優リュ・ジュンヨル、展示会に現れた仲良し芸能人の面々が韓国で話題。左から、エクソスホ。写真作家リュ・ジュンヨル。俳優イドンフィ。俳優イヒョヌク。俳優イジェフン。中位ドラマ応答せよ1988で共演し、交際中のガールズデイ日和の訪問情報は未だない。